インターネットテレビウイル増刊号編集長の白川です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、韓国ネタということで、はい、今かなりですね、中でごちゃごちゃやってまして、重要なところに来てるんですが、司法改革について、お話をできればと思います。はい、お願いします。はい、これ司法改革っていうか、権力闘争なんですよね。要はね、覚えてらっしゃると思うんですが、ムン・ジェインさんってもともと大統領に就任した時に一番最初にやったのが、人事の総督会ですよね。警察のトップを変えたりとか、裁判所のトップを変えたりとか、軍のトップを変えたりとかってそのやっていきましたね。あれ何を変えてたかっていうと、要するに保守派を追い出してたんですね。で、最悪の方法で追い出してたんですよ。ムン・ジェインって最低の人間だなっていうのがあれでよく分かったんですが、要するにテレビカメラの前で罪を償わせて恥をかかせてね、もう中には自殺した人もいるんですけれども、そうやって恥をかかせて追い出すみたいな感じでね、お前ら保守派になるとこういうひどい目に遭うぞっていうね、見せしめしながら、どんどんその自分の方に近い左派の人間に取り替えていきました。でその中で、大法院、日本で言えば最高裁にあたるところの、トップ院長ですね、これを取り替えたっていうのが大きかったわけですね。で結局それによって、元徴用工ですね、いわゆる徴用工の問題っていうのが浮上しちゃったわけですよね。でこれでよくわかると思うんですが、韓国は、行政と司法が独立していない。もうこれはもうね、皆さんご存知だと思うんですけどね。国民情緒法ってね、これ日本人が言ったんじゃないですよ、韓国のメディアが言ったんですよ。皮肉ですよね。そう、国民の情緒で、物事が決まると、憲法も法律も関係ないと、もう韓国のマスコミがよく分かってるんですよね。私たちの国には法律は通用しないぜと、国民感情が全てを決めると、法治主義じゃなくて情治主義なんて言われたりします。そうですね。で最近ですね、今年になってからなんですが、法院裁判所研究官っていう、裁判所のトップの人たちなんですが、これの4割がですね、辞任したそうです。43人中18人。これはもう、なんていうかな、もうムン・ジェインさんが、どんどん保守パージをやってるから自分たちも危ないぞっていうことで、先に辞めちゃおうということなんでしょうけど、大変な事態になっています。ところがですね、韓国のね、面白いところっていうのは、大統領は確かにこうすごい権力を持ってるんだけど、同時に検察がものすごく力があるんですよね。これは多分その軍政の時に警察の力をぐっと抑えて、検察の力をぐっと強めてね、それでパク・チョンヒ大統領とかチョン・ドファン大統領なんかが、その検察を使って、権力の把握を やるためにやったんだと思うんですけど、だから日本なんかだと、逮捕請求って、警察もできるじゃないですか、裁判所に。でもできないんですよ、韓国は。もう全部警察が、もちろんその、なんていうか、現場で逮捕するとかってできるんですが、普通の逮捕ですね。その時はもう検察にお願いしなきゃいけないんですよ、逮捕状出すように言ってもらえませんかって。だからもう全く力ないです、警察は。検察がすごく力がある。それでですね、ユン・ソギルさんか、というのが、パク・クネ大統領が任命した人なんですけれども、この人が結局パク・クネさんを失脚させるわけですよね。あの人に、あれね、変な罪で、前もちょっとお話ししたけど、私はね、あれは冤罪だと思ってるんですが、それで失脚させたんですが、だからおそらくそのムン・ジェインさんは、こいつ反パク・クネだったから自分たちの味方だと思ったと思うんですね。でそのまま残してたんですが、この人が大反逆するんですよ。要するにムン・ジェインさんがこれから、検察の力を弱めようとすると、それに真正面から対抗していくわけですね。でガチンコの勝負始めるわけです。で一番こうガチンコになったっていうのが例のチョ・グクさんですよね、法務大臣につけようとしました。で、
検察の方はどんどんスキャンダルを出して、まあ、娘のその不正入試の疑惑ってありましたよね、あれでもう完全に追い落としてしまったかなって思ったら、なりましたよね、法務大臣、やっぱり大統領はやっぱ強いんですよね、まあ、すぐ辞めちゃいましたけど、すぐ辞めました、ただね、これね、日本の報道を見てるとちょっと勘違いするかもしれないけど、張国さんって、まあ、玉ねぎ男って言われてて、まあ、向けば向くほどなんか怪しいことがいっぱい出てくると、変な男だみたいになってるんだけど、実は韓国ではね、それほどダメな人間だとは思われてないんですよ。そうなんですか。支持もあった、なんかそう娘を不正入学させたとか、そういう超学歴社会の韓国では許されざる暴挙だみたいなので、そう建前思ったほど、つまり ね韓国で政治家が自分の娘を不正に入れるぐらいあるよねってみんな思ってるわけ、つまり、いや、まあ、はっきり言ってはね、野党で、そう、攻めてる野党だってあんただってやってるだろうと、やれと、いやいやって言いながらやってる人もいるはずなんだよ、だからその程度のことなんですよ。じゃあ桜を見る会で、安倍さんが野党に攻められても支持率落ちないみたいな、そうやってるじゃんみんなと、いう感じで、まあ確かにスキャンダルはあったし、娘を不正入学してるさせてたし、まあそこに張国さん本人がどれぐらい関わってるかって話なんだけれども、それにね、彼ね、辞める前に検察改革法案っていうのを出して辞めますよ、結局ね、これを出したことによって、彼はね、生き残ったと言っていいんです。これ意味わかんないと思うんだけど説明します。はい、お願いします。検察改革法案っていうのは、要するに検察の力をぐっと弱めて、これ怖いんだけど、交換犯罪捜査庁っていうのを新しく作るんですよね、まあ、要するに政治家とか大統領を、捜査するための検察、まあ言っちゃえば、その検察の特捜が別組織になってるんです、それを作るってことなんです。わかります？検察の力を弱めて特捜を別組織にするんです。そういう法案を作ろうとしたわけ、これどういうことになるかっていうと、まあ特捜って言っちゃいますね、特捜が別組織になって、その特捜のトップ誰が指名するかと、大統領が指名するんですよ、どういうことになります？まあ大統領の好き勝手に、まあ、こいつ捕まえろと言ったら捕まえれますよね。でしょ、だって自分を任命してくれた大統領を捜査するわけないじゃない、でもはっきり言えば特捜が大統領の犬になって、まあ、秘密警察ができちゃったようなもんなんですよ、でそこがものすごい権力を持つ、でこっちのちゃんとした検察は力がないっていう状態になるわけ、でも簡単ですよね、その、特捜を使って野党の政治家どん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  やっちゃえばいいわけですよ、追い出しちゃえばいいわけ、そしたらもうあれですよ、あの左翼一党独裁みたいなことができちゃうわけですよ、でこれを狙ってるんですよね、でしかもですね、これ検察マターになってるムン・ジェイン政権の4つの事件というのがありまして、これはまあ読むだけにします。ユ・ジュス監察もみ消し疑惑事件、ウルサン市長選挙介入疑惑事件、ウリ・デュル病院貸し出し疑惑事件、で張国の不正入娘の不正入学事件ですね、この4つがあるんですが、まあこれがね、疑惑事件、4つの事件がみんな有罪になっちゃえばもう文在寅さんは失脚ですよ、でもね、検察改革といって、まあ、検察の力をぐっと弱めちゃって、これね、もしね、全部無罪にしていく、無罪にできたとするでしょ、どういうことになります？張国は無罪になるんですよ、で検察改革をした功労者なんですよ、ということはムン・ジェインのあの政権を支えた最大功労者になるわけ、じゃあ後継者誰？まさか、そう、張国が全譲される、そう次の大統領になるわけですよ、で彼はそれを狙ってんの、でこれね、着々とやってんですよ実は、でこのまんまいくと張国が次の大統領候補になります。
完全になんかもう、うん、消えた人だと思ってましたけども。そう。でもね、全然違う、中は。じゃあ、 保守派何やってんだっていうとですね、バラバラになっちゃったんですよ。いや、パククネ大統領の時にね、パククネさんは、まあ、私の判断ね、冤罪なんですよね、で、その冤罪のパククネさんを冤罪だって擁護した人もいた、でもパククネ悪いって言った人もいた、ここで分裂しちゃったんですよね、ここでまとまんなくなっちゃったんですよ、ただでさえ弱い保守派がね、だから今ムンジェインという目の前に大きな敵がいるのに倒せないの、何にもできないの、文句言うだけなの、まあ、ほぼ力ないんですよ。だからやりたい放題、で、ユン・ソンギルさんね、検事総長が、まあ、一人で立ち向かってんだけど、もう要するに自分の手足になる人間全部総督会になってるから、もう何にもできなくなってるんですよ、だから今ね、ムン・ジェインの天下、もう着々とです。なんかチョグク騒動以降は、ムン・ジェインも支持率を減らして、もう政権危うしみたいな感じの印象がありましたけど、全然実際は逆だと。実際は逆です、政治的には。怖いですね、はい、これね、なんで政治的にはって言ったかと思うと、そうは問屋はうろさんよってのが一個あるの、経済、経済は絶対ね、私は株価がね大暴落して、また IMF が入った時みたいに韓国になると私は思ってるんですよ、それが どの時期かっていうね、もしムンジェインの時期だったらムンジェイン終わりだから、だからそれとの戦いなんですよね、経済がダメになったらどんなにね、うまく政治的に自分の転換を図ろうとしたって、それは国民支持しないですよ、ただ経済がそれで破綻しなかったら、これもう中国次の大統領になる可能性っていうのは高まっていきますよ、今そういう状態です。なるほど、はい、経済次第だと全ては、そうですね、はい、よくわかりました、ありがとうございます、ありがとうございます。